巨人の襲撃を受けたトロストクで兵士たちの被害が大きかったのは、精鋭である調査兵団の不在も影響していた。彼らはその朝、壁外調査に出発したばかりだった。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人どもを蹴散らしてください。見ろ、二枚兵士長だ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。ちゅ、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。あの外に巨人たちが。今回はどんな巨人。